テンダーロインはアメリカ合衆国で制作された1928年の映画でマイケル・カーティスが監督ドロレス・コステロが主演したパート・トーキーの犯罪映画部分的にトーキー化されたパート・トーキーであるがサイレント映画とほとんど変わらず場面に同期した音楽や音響効果がバイタフォーンの音盤に収録されていた制作配給はワーナーブラザースであった テンダーロインは失われた映画とされており、存在が知られるプリントは皆無である。ローズ・シャノンは、ニューヨーク・マンハッタン区の歓楽街、テンダーロイン地区の店、ケリーズで働く踊り子で、この店をねじろにしている、ギャング連中の中の若者チャック・ホワイトに、遠くから思いを寄せている。チャックにとっての彼女は、ただの玩ングに過ぎない。ローズは事情を何も知らないまま、とある犯罪に巻き込まれる。 警察は彼女に目をつけるが、ギャングたちは、彼女が何かを目撃していたり、ギャングに関わる何かを暴露するのではないかと疑い、チャックを送って、彼女の始末をさせようとする。主なキャストは以下の通り。テンダーロインは、1928年3月14日に、ニューヨークのワーナー劇場でプレミア公開された。テンダーロインは、 ジャズシンガーから5ヶ月後にワーナーブラザースが公開したセリフのやりとりがある場面を含むバイタフォーンを用いた2作目の長編映画であった。この映画にはセリフのある場面が15分あり、ワーナーは女優が自分の声でセリフを言う最初の映画だと宣伝していた。伝えられるところではプレミア公開に際してこの作品は ギクシャクしたセリフのやり取りが失笑を呼ぶことになってしまい、公開最初の週のうちに4箇所あったセリフのある場面のうちに箇所が除去されたという。ありがとうございます。